ヨイタのニュースチャンネルです。視聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし、良いな、いいなと思っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、大河ドラマの候補といいますか立候補といいますか、そちらに関する記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。まず記事はこちら、西日本新聞からですね、大河来て、招致目指す立花宗茂にアニメキャラ柳川したりですね、この大丈夫立花宗茂ですけど、結構この戦国時代のファンの方であれば結構知っているのではないかと思いますけど、最強ではないかと言われる大名の人ですね、こんな感じです。はい、記事になります。柳川氏は滋賀招致を目指す大河ドラマの主人公立花宗茂と銀杏について、外部に制作を依頼していた関連人物アニメキャラクターデザインが完成したと発表。16日、依頼先である学校法人、これは何でしょう、慈恵学園グループの生徒を試作者に招き表彰式を行った。今後 T シャツやバッジなどの商品にキャラクターを活用する。同グループは昨年9月から運営する全国の専門学校などの生徒にデザインを務めた。宗茂、銀千代、ベッキー同説、高橋常務、田中、吉野さんの5人の等身とデフォルメの2パターンに273作が集まった。市の観光大使で歴史家、作家の金井雄三氏、各構造氏や大河ドラマ招致委員会のメンバーが審査し、各人物の最優秀作を決定した。表彰式には福岡デザイン&テクノロジー専門学校の2人が出席。銀杏をデザインした田中雄馬さんは、気高さや大人っぽさを出すようにした。それをこちらさん。田中さんはこちらさん、こちらですね。こんな感じですね。はい。で続いてこれですね、高橋常務を手掛けた坂本安寿さんは元の西さ、口元の優しさで忠義に熱い常務を表現したと話した。あ、つまりこれはこちら高橋常務、確かにそうですね、そう、なんていうかその総理姿のこの頭巾をかぶったこんな感じですね。あ、ただ立花宗茂はどうなったんですか、分からない、いや、こちらですね。はい、で、招致委員会の会長を務める金子健次市長は、国領強い応援をいただいた、今後も招致活動を頑張っていきたいと感謝していた。これですね、銀千代、こんな感じで門構えに言うという字を、言弁の言という字を書いて、銀千代なんだそうです。こんな感じですね。こういう感じです。ですから、こういうことで盛り上げていって、NHK の大河ドラマになってくれたらということなんでしょうね。はい、でですね、立花宗茂って誰っていう人に関してはですね、こちらもいろいろ紹介されてありますけど、こちらの刀剣ワールドというのを、以前にも型に関する記事だと合わせて紹介しますが、こちらはこんな感じで立花宗茂とか銀杏に関してこういろいろ詳しいというか分かりやすくカットかつ悔しい記事はこんな風に出ていますので、こちらを読んでいただけたらこんな感じ、これ立花宗茂はこういう感じで、そしてこんな感じですね、こちらは銀杏ですね。挑戦出兵とかですね、赤乱発生以後もこんな感じになっています。で、西軍に味方しましたです、ね、で奇跡の大逆転、はい、そして鴨についてもこんな感じで紹介されています。はい、でこの他にもこんな感じで色各大名や武将のことが出ていますが、こちらのサイトを一度見ていただけたらと思いますね。はい、ですね、こちらに、こんな感じで立ちます。隠れた姿もこんな感じでデザインされています。はい、ですね、こちらの、ありますね、この、記事中にもありました、これですね、大河ドラマの主人公、こういうのグループがありまして、そのさらにこちらですね。立花宗茂と銀千代、NHK 大河ドラマ初日キャンペーン、こんな感じで書いてあります。つまり、こんな感じになってますね。こういう感じで一応活動なども紹介されています。ですが、今回、明智光秀が、麒麟が来るんですが、それが、麒麟によって明智光秀にスポットが当たって、滋賀県ですが、そのあたりが明智光秀の地元がこう盛り上がった。そういうこともあって、なんていうか、2匹目の路上目になるというか、2番線地というか、そういうこともあって、ですが、大河ドラマになると、以前ほどその何十パーセントの視聴率、せいぜい今 10% ぐらいになっちゃったんですが、それはそれでも、ね、やっぱりその大河ドラマになるということで、その盛り上がりとか注目度がアップしますね。そういう意味を込めて、この九州の柳川市ですね、こちら、この立花宗茂銀杏、なんかこう、大河ドラマにしませんかというのを盛り上げていく、運動というか活動というか、そういうのがこういう感じで発表されています。その一環ということで、今回こういう感じでデフォルメキャラクター、
講習者の方はこういう感じで、いろいろ273席集まって、それがこういう感じで選ばれたということですね。まあ、こういう感じです。その、大河ドラマ頼みというのはどうかなとは思うのですが、まあ、それはそれで一つの試みとして、まあ、面白い、ところであります。まあ、実ってもらえれば、やっぱりその上にこう、まあ、注目が集まるというのは間違いないと思いますので、まあ、そうですね。ただ、そう、いくつか大河ドラマ自体もどうかなと思うんですが、戦国時代ばかりやってもなっていうところもありますし、まあ、それどうなんでしょうね。はい。今回紹介しましたサイトですが、これは記事ですが、関連サイトですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味があればぜひクリックして読んでいただいて、もしよければこの活動にも参加してみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴取者のに掲載された有ニュースや楽しみで皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。